査で経過観察になったお子さんが何人かいらっしゃると思うんですけれども、3ヶ月後とか6ヶ月後とかあるいは1年後に、再検査をして、その結果判定が変わる場合には、それは、先行検査のデータの更新という形で反映されるんでしょうか。いえ、それは保健診療所のデータですので、そこもう検診のデータは検診のデータで1回終わって、そこで例えば、ただ、結節があって B 判定で経過観察してたけど、いわゆる検診流 A2 とか濃厚だけだっていうふうになった場合、または5ミリカーの結節も A2 判定になる、そうすると、他の人と同じように次の検診までもう来なくてもいいですよと、検診を受けてくださいというふうに進める場合もあるし、いや、ここまで来たからもう一回見るという人も中にはいますけど、そういう、方針を変えることはございますが、それがデータとして登録するというところまで至ってません。ただ、今後はその保健診療での経過を我々は集積して、どういうふうな流れになったかというのも今、集積していることになっています。わかりました。その検診のスキームとその結果の、表し方っていうのは理解できるんですけれども、その万一、経過観察後に悪性の結果が出てしまったような場合には、それはどういう形で結果がまとめられていたらいいんでしょうか。幸いにも今のところそういう症例がないので報告しておりますけど、そういうのがあれば別枠で報告にはなります。経過観察中に発見された悪性腫瘍ということになります。で、そうでなければあとはまた検診を受けていただいたときに2回目受けますから、そのときに、治療されているともう分かりませんので、そうでない場合はそのときにまた